raza no chagua osaga temen sole ae une umundi hukasa ya yo chano shimade chatache ha ibi ibi yuntanjang yuntanja tamme taga haru kai inje ribashi chinkwa de kuni gumbo diki to ya はい、さあ、いぐすよ、中華なびら、ユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時の針は11時を回りまして、本日は4月の4日水曜日、旧暦のうちなぐいみでは2月の19日、なといび。さあ、お送りしております、ユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。いやー、私ね、4月に入りまして、新年度になりましたけどもね、実は一つこう決めてることがありまして、それはなぜかというとですね、今年は、かりゆしウェアをですね、できるだけ着ようということでね、まあ、これまではちょっとこう、まあメディアだからみたいなね、ラジオ局だからちょっとこうポロシャツ系でこうライトな感覚で行こうかなって思ってた10年だったんですけどもね、まあ、固くなにこれで通してきたわけなんですけども、まあ、いかんせんこう外に出る機会も多くなりましてですね、やっぱりこう彼氏ウェアたるものをまあつける機会を多くしなきゃいけないなとか思いまして、3月の末によし4月からはこれでいこうということで思った途端ですね、ちょっとこうまあ先ほど、まあ昨日も話しましたけど、ちょっと風邪をね引いたもんですからね、それでまあ月曜日から長袖の彼氏ウェアをね久々に着用するというそういう流れになっておりますのでね、今日明日までご了承いただきたいなという感じで思っておりますので、さあそれでは1時間お付き合いください。お相手はナクセントマールです。いたしくおにげさびら。お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。ねえ、本当にこう番組をやりながらでありますけどもね、まあ暑いのか寒いのかちょっとわからないような、感じがする今日この頃なんですけど、大和の方ではかなりまた寒の戻りというか、またね寒くなってくると、うちなもそれに伴ってそうなんですけど、まあ分かりびさがもう一回やってくるっていう、なかなか分かりきれないというね、感じだと思うわけなんですけどもね、まあいずれにしても、先日もお話ししましたけども、まあ海開きということもありまして、明日もまた読谷村の、ニライビーチホテルニコアリビラさんの近くにありますね、方で2回目のこう海開きということでございましてね、まあ本格的な夏を迎えるということでございます。ぜひね、沖縄の夏、読谷の夏を楽しんでいただきたいというふうに思います。さあやっぱりこう観光客もねすごい多くなってきました。先日もオザンパビーチの方でも外国人観光客すごい多くてですね、本当にこう日常にその英語が飛び交うような、そういうまあ観光地になってきたんだなって改めて思ったりもするわけなんですけども、まあ私もね、ごく稀ですけども外国人とこう顔合わせする機会がありました。なかなかこう英語で話すをねなんかやれるっていうのはちょっとやっぱりこう緊張もするし、もう話せないどうしようっていうのが頭の中にありますよね。まあ、そんな時にやっぱり中学校高校ってあんだけ勉強したのに あれは何なんだろうっていつもね、悔しんだりする機会、それはもう多分皆さんも同じじゃないかなと思ったりもしますけれどもね。まあでも大人になっても遅くはありません。今からでも学ぶ機会はすごい多いし、この世の中めちゃくちゃ楽にっていうか簡単に学べるようになってきたんですね。そう、今日はそんなね話題もねお伝えしていきたいなと思っておりますけども、実は先日読谷村の紫村の方で在沖米国商工会議所という皆さん方とですね、交流をする機会がありました。そこで知り合った方ね、意気投合しまして今日なんとゲストの方に来ていただきました。自己紹介してもらいましょう。この方です。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、私、キャンブリー、オンライン英会話の、はい、アプリを展開しているキャンブリーの熊谷と申します。はい、熊谷さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、熊谷さんというねお名前を伺ってラジオを聞いている人からすると普通にまあ
え、何？さっきなんか米国なんちゃらかんちゃらって言ってたけどって思うんですけど、見た目はやっぱり外国人っぽいんだよね。そうなんですよ、うん、ハーフで、ハーフでちょっとレアなタイプのハーフでなんでレアなタイプなの？まず、うん、沖縄生まれなんですけども、うんうん、父親が東京の方で。そうなんだ、はい、で父親が日本人っていうパターンのうんうんうん、ハーフであるっていうのが一つで、母親がアメリカ人なんですけども、へ、米軍と全く関係ないパターンの、うん、アメリカ人であるっていう。あ、そうなんだ。中でも相当、まあ、希少生物と言いますか。なんで希少生物なんじゃ。そういう、そういう、いやでもすごい、はい、あ、本当に普通に日本語だもんね。そうですか。うん、仕事の中で通訳とかさせていただくんですけども、すごい中部なまりだねって。え、嘘。結構言われますね。そうなの？言われますね。あ、やっぱ違うんだ。変わってるね。なまってるよね。あ、そうなの？そうなんだ。そうなんですよ。お、なるほど。今お住まいはなんか、まあね、中城郡会ウイビン。中城にいるんですけども。中城郡会ウイビン。なるほど。育ちは北谷の北前なんですよ。昔あそこ行った あの辺が。なんていうんですかね、外人住宅。うん、多かった多かった、うん、はい、そうそうそう、ゲート前のね、はい、うん、あの辺に住んでたんで。あ、そうなんだ。あそこで育って、こう見えてもあの、うん、北多摩省だったんですよ。普通。本当に普通。それはなまるわ。ジャーガル の山の中の。ジャーガルの。確かに。あ、なまりそう。そうなんです。あ、なるほどね、はい、あ、でも本当にじゃあもう本当に、まあ、生まれも沖縄だから、はい、もう日本語教育っていう形で、その何、普段から生活の中で日本語でも。そうですね、まあ半分半分なんですよ。お母さんがアメリカの出身の方だから、やっぱお母さんとは英語で話したりとかするの？はい、そうですね。なるほどね。でもう本当にあの幼少期は沖縄にいたんですけども、うんうんうん、その後アメリカに引っ越して15年ぐらいもうアメリカに行って、5年ぐらい前に、うん、兄貴の誘いで戻ってきたんです。兄貴が先に帰ってきて、兄貴と妹がいるんですけど。あ、なるほど。あ、じゃあそれで帰ってきて、うん、もう現在に至りますね。はなるほど。じゃあお母さんはもうまだアメリカの方にいらっしゃって。そうですね、で妹もアメリカですね今。そうなんだ、はい、へえ、なるほどね。まあそれで、まあ先ほどお話ありましたキャンブリーという、はい、ネイティブオンライン英会話という、ね、そうですね、ネイティブ講師に特化したオンライン英会話アプリなんですけども、なるほど、はい、これはもうスマホとかモバイルデバイスに限らず PC でもご利用いただけるんです。はい、へえ、面白い。これがね、はい、ちょっと今日はね皆さんにぜひ紹介しようということでね、熊谷さんに来てもらったんですよ。僕もあの前にもお話しましたけど、あの早稲田大学のね留学生を沖縄に招いて、中高生の彼ら60名ぐらいね、学びを作ってあげようということで、そこで学んだ方がアメリカ留学に行くとかね。そうですね、実際にあの、はい、起きちゃったんですよ、はい、そういう意味ではやっぱりみんなそのなんていうのか、きっかけが欲しいんじゃないかなと思ってるので、はい、今日はあの熊谷さんがこのキャンブリーのね、あのオンライン英会話の話をしていただきますので、15分明けぐらいにねぜひ詳しくお伝えしていきたいと思いますので、ぜひね、え、今からの年でも大丈夫とか、いやまさに俺の年でも大丈夫なんですよね。50代であっても、本当にこう楽しく学べるというね、ものでありますので、今日ちょっとこれを紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして、まあ、ちょっともう少し時間があるんで、先ほどちらっと話しました、在沖米国商工会議所、はい、ね、その、集まりで私たちもお会いすることになったんですけども、はい、そもそも在沖米国商工会議所っていうのはどういう集まりなんですか？ですね、うん、もう今年で確か65周年そんなにですけども、戦後間もない頃からすぐ立ち上がったんだ。そうですね、うん、米軍統化時代っていうんですか、ね、はいはいはい、からあの沖縄にあって、うんうんうん、でまあ、沖縄、まあ、地元の企業とアメリカの企業の架け橋、うん、ああなるほど、はい、へえ、まあ、いろいろほら、基地ビジネスっていうか、はい、その沖縄にその基地があるがゆえにやっぱり雇用がたくさん生まれてるのも事実だし、はい、それからどうしてもその、沖縄あるいは日本で必要な、はい、まあ、建築とかもそうなんでしょうけれども、はい、建材とかも当然必要なわけだから、ある意味そのビジネスはそこで成り立ってますよね、はい、当然ながらね。そんなその企業の皆さん方とその米国のビジネスをしっかりこう作り上げていくっていう立場なのかな、はい、そう、うん、それもあると思います。ただ米軍に限らず、限らず、そうですね、もうグローバルブランドって
あちこちで展開されてるじゃないですか。だからホテルなんかのブランドもアメリカのブランドが多かったりしますよね。はいはいはい。IT 関係も。なるほど。あと沖縄には金融機関もありますよね。アメリカからの。なるほど。もうそういう時代。最初はそういうその基地周辺のビジネスとして生まれたかもしれないけど、今はもうそういうものでもなくなってきたんだ。そうですね。インフラがもうしっかり整えられてきてるから。大きかったと思います。ただ今やっぱり沖縄見ていただくと。分かると思うんですけども、あのアメリカ人、まあ、外国人が経営されているビジネスっていうのは多いです ね、はい、しかもこれだけの観光誘客ができていて、はい、アメリカからもそれ相当のお客さん来られるし、そうです、ね、外国人のためのグローバルビジネスっていうのが沖縄の中ですごい増えてきてるっていうのも事実なんだ。でただアメリカのためだけではなくて、やっぱり沖縄にある商工会ですので、うん、はい、あの沖縄 の、まあ、うん、あの企業様企業とにもぜひご活用いただければと、はい、確かに今はあのこれね、在沖米国商工会議所って米国というタイトルがついてるんだけども、もう米国のみではないということですね。もうグローバルに展開していく、グローバルなんですよね。あ、確かにそうだもんね、はい、沖縄からそのアジアに飛んでいく飛行機なんてすごい数が増えてきてるし、はい、そこ飛行機が飛んでる分だけネットワークができると、そこにビジネスが当然生まれるからね。そうですね、まさにそうだと思います。沖縄を拠点として、沖縄を拠点として、日本にあのアメリカ商工会があるのは東京と確か沖縄だけなので、うんうん、そうなの。そうなんですよ。すごいな沖縄って。そうなんですよ。はい。なのであの私はいつも、うん、あのやっぱり沖縄出身というのもあるんですけども、うんうんうん、あの第二のゲートウェイだっていうふうに東京じゃなくて見ていますね、はい、あ、そう感じるんだ、はい、もうここから結構やっぱりビジネス的にもこの米軍の名残っていうのがあると思うんですけども、うんうん、あの親しみがあるんですよね、うんうん、このアメリカの文化って、はいはい、沖縄の人に。確かに確かに。だから違和感がないんですよね。俺なんかもうメイドイン USA しかもう目がなかったで、学生時代は、うん、もうオールスターとかもうスニーカーはもう絶対メイドイン USA じゃないとダメみたいなね、はいはい、そういうのがありましたからね、はい、アメリカかぶれしてましたけどでもそういうやっぱりアメリカっていう外国に対する、はい、アメリカのみならず外国に対するその親近感っていうのはやっぱり他の他府県に比べでもすごい沖縄はオープンだと思います。オープンだと思いますよね。本当にオープンだと思います。そういう意味ではその対外国に対してのビジネス展開っていうのをやっている人たちも多いだろうし、これからもまだまだ伸び続ける可能性十分ある。そうですね、まあ、英語が必要になってくるお仕事って増えていく一方だと思うので、そうですね、確かに、まあ、その中でもそうだよ、はい、うん、ぜひあのアメリカ商工会を、ね、ご検討いただければ。これは普通に会員としては入れるのはなんかある程度のなんかビジネスをやっている人であるとか、なんかそういう規約はあるのかな。アメリカのビジネスであるっていうのも一つですし、うん、もちろん沖縄の企業様で、うん、業、うん、あのまあ、アメリカと取引があるっていう、うん、そういう、まあ、それにも限らず本当に、うん、あのこれからでもアメリカ商工会ができることがあれば、うん、あのまあ、ご相談いただければ、うん、できる限りのことは、ね、あの支援していきたいっていうふうにあの、うん、考えておりますので、ね、ある意味、そういう意味ではその在沖米国商工会議所っていうね、そういう存在があるっていうことも、ね、知った方も多いんじゃないかなと思いますけども、この機会にいや俺もちょっとこういう感じのなんかビジネスやってみたいなっていう方はね、うん、ぜひね、米国商工会議所にも加入いただければと。もう沖縄は、ね、貿易ハブですからね。その中でやっぱり英語っていうのは、うん、もう必要になってくるので、うん、その面でもまあ支援できることがね、ましたらぜひご相談ください。はい、はい、ということでね、お話を伺ってますけど、まさにそうなってくると、キャンブリーが必須ということになってくるかなと思います。詳しくは CM 明けにお伝えいたします。一旦コマーシャルです。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、在沖米国商工会議所というね、なかなか我々一般でいう読谷商工会とかそういうグループと、まあ、あの活動自体は似てると思うんですけどもね、こういうグローバル的なやっぱりビジネスをね展開する方々の集まりであるということでありましてね、そこで、知り合いになりました、在沖米国商工会議所では会員担当委員会の副委員長をされてます熊谷さんね、今日は来ていただきました。で熊谷さん自身が、キャンブリーという実はネイティブと、オンラインで英会話をするというビジネスをやっておりまして、ここに僕がちょっと着目をしましてね、これぜひラジオを聞いている皆さん方に紹介したいなということでですね、今日は来ていただきました。はい、改めて熊谷さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さて、まあ、先ほどもね、沖縄っていうその日本の第二のゲートウェイと言っても過言ではないというねお話をされてましたけど、まさにその通りだと思います。本当にアジアに開ける意味では特化したゲートウェイになってるんじゃないかなと改めて思うわけなんですが、そんな中でもやっぱりこういう環境の中、せっかく、まあ、変な言い方ですけど、まあ我々お隣近所にね、良き隣人外国人の方々がすごい多いっていうことを環境をそんな環境をうまく活用して、やっぱりこう英語で話せる人たちがもっともっと増えてもらえればいいなってすごい思うし、そうするとすごいビジネスチャンスも広がるんじゃないかなってとっても思うんですよね。私なんかいつもこう悔やむんでならないわけなんですが、そんな中でその、まあ、今更大人になって英会話塾とかそういう英会話学校とかいろいろこう街中にあるんですけども、そういうところに行くにはちょっとこっぱずかしい、なんか中すね、なんか今更なんか英会話塾に行ってるけどあいつ何考えてるんだってそうなんか後ろめたさが、いや、まあ、学ぶことではあるんだけどもやっぱちょっと後ろめたさがあるんだよね、はい、それとやっぱり忙しいっていうものにかまかけてなかなかこうできないということがあって、まあ、そんな中でこのオンライン英会話っていうのはめちゃくちゃヒットしましてですね、これについてちょっと伺っていきたいなと思うんで、まずキャンブリーっていう、はい、その今熊谷さんがやってる仕事をちょっとご紹介いただけますか。はい、うん、キャンブリーですね、うん、まだ、日本進出して、間もないんですけども、うん、まだ1年にもならないぐらいですかね。あ、はい、そうなんだ。なんですけども、今やっぱりオンライン英会話って CM とかでもご存知だと思うんですけども、本当に携帯で英会話のレッスンが受けられる、はい、で携帯に限らず、まあ、いろんなモバイル端末あと PC でレッスンが受けられるっていう、はいはい、そういう便利な時代になったんですよ。へ、はい、ただすごいな。キャンブリーの、まあ、少し違うところっていうのは、うんうんうん、あまりこう固い学校形式のこう英会話ではなくて、もっとカジュアルにもっと楽しくもっと自然に英語を、まあ、実用的な英語、自分が使うような英語っていうのを、うん、学んでいこうっていう、まあ、アプローチなんですけども、うん、まあ、ネイティブ講師に特化しているっていうのは一つ大きいところなんですけども、はい、現在ネイティブ講師登録者数6500人、うん、6500名超えておりまして、ちょっと待って、世界中今熊川さんここで、はい、質問していい？はい、ラジオ聞いてる人にちょっと紹介したいんだけど、ネイティブ講師って、はい、普通の英会話の講師と何が違うの？ですね、うん、ネイティブ講師ってもう生まれた時からっていうんですかね、うんうん、まあ、幼少期から、うん、英語を、まあ、第一言語、はい、第一言語として、はい、話されている。あ、じゃあ日本人でどっかの 大学に英語の先生になってる人が教えるとかそういうものじゃないわけだ。そうですね。あ、なるほど、うん、それがネイティブ講師、講師の、うん、まあ、出身国っていうんですかね、まあ、アメリカ、うん、カナダ、オーストラリア、イギリス、じゃあもう母国語が本当に英語として、ね、南アフリカ、アイルランド、こういったもう英語圏 の講師を集めたオンライン英会話なんですけども、それが6500名余りいる。6500名超えましたね。もうすごい、7000人に迫ってるぐらい、すごいなです、ね、はい、そういう講師が、まあ、じゃあ世界中にいるっていうこと。そうですね、世界中にいますね。で、多くの、まあ、講師が、うんうん、教員資格を持っておりまして、で、まあ、ESL 英語を第二言語として習得される方向けに、うん、なんていうんですかね、そういった英会話ができる講師も多く、いらっしゃる、揃えて、はい、
ておりますので、すごいな、もう本当に初級者から上級者までご利用いただけるっていう、うん、あと英語を勉強しても、うん、使う機会がないっていうのが一番の課題だと思うんですね。そうだね、やっぱり確かに今こうアウトプット、うん、アウトプットの時代だって言ってる中で、うん、じゃあ どのようにアウトプットできるのかっていう、うん、まさにそのもう解決してくれるツールですよね。はい、でいつでもご利用いただける、24時間ご利用いただける。24時間そうですね、予約も必要ない、夜中も大丈夫です。はい、あそうか、世界中にいるから。そうですね、時差が関係ないから、はい、例えば俺が仕事終わって夜11時ぐらいとか、日本の英会話スクールとかそういうオンラインスクールだったら夜中だから、はい、夜9時までだよとか夜10時までだよとなってるんだけども、はい、11時12時であったとしてもアメリカとかだったら朝とか、今生活してる人たちがいるから、ね、今みたいに何アフリカ、はい、アイルランド、はい、もういろんなところにいるから誰でもつながるんだ。そうなんです、誰かがつながるんだ、インターネットなので。素晴らしい世の中だね。はい、すごいね。すごい便利なんですよ。じゃあ俺仕事忙しいから英会話スクール行けないなっていう、はい、もうこんな理由はつかないね。そうですね、あとやっぱりこうモバイルアプリなので、うん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 、どこでもできるっていうのは大きなメリットだと思うんですね。で、そうか、ジムとかもそうだと思うんですけど、続かないんですよ、通わないといけないからね。そうなんですよ、これだったらそうじゃないんだ。そうなんですよ、これはもう本当に英会話のための時間を作っていただく必要もなくて、ない本当に日常的にやってる、空いてる時に、まあ、料理しながらでも、あ料理が好きだったらもう料理しながら先生とつなげて、うん、その中でこう英会話を練習するとか、あとちょっと待って、今なんかイメージが英会話スクールなのに料理をしながら、はい、あ料理をしながら、料理をしながら、はい、今私は今いわゆる、エッグフライを作ってるのよみたいなことをこう英語で言う努力をするわけだ。そうですね、でそしたらその英会話の先生が塩入れたとか、クラックディエッグ、何何何、卵を割って、うん、って、うん、でも本当に やりながらこう習得できるっていうのは、うんうんうん、やっぱり教室では得られないものなのかなと。じゃあ何テキストはないの？テキストも多く取り揃えております、うん、テキストもある、はい、だから目標がはっきりしていて、例えば、うんうん、トーフル、トイック、うんうん、IELTS、はいはいはい、その辺を勉強したいっていうのであれば、そのためのコースっていうのもちゃんとありますし、はただ今みたいなその会話を日常会話の中で英語を学びたいっていう人は、はい、そのなんていうの、料理を作りながらとか自分の趣味に応じて、はい、そうですね、はギターを弾きながら、あ、うん、で講師も本当に趣味で探せるので、こうあこの6500名余りの講師から、ね、はい、検索してギターを好きな人の講師を選ぶことができるわけだ。 そうですね、もうそしたらキーワードで音楽の趣味で、はい、あ君は何が弾けるんだいみたいな感じのことを先生が聞いたりしたりすると、はい、なんかジョン・レノン弾けるよみたいなとか、そうそう、どんなギター弾いてるのとか、いいの持ってるねとか。あそうか、オンラインだからもう自由ですよ。スカイプみたいにじゃあ顔が見えるの？そうですね、カメラを消すこともできるんですけども、うんうんうん、もちろんお互い見ながらもできる、見ながら、はい、そしたらいや俺こんなギターを弾いてるんだよっていうと、はい、これと同じもの俺持ってるぞみたいな、はい、そんな会話が出たりとか、はいはい、できます、ね、これ英語でやるわけだ、はい、それをこう楽しみながら、じゃあ会話、日常会話の中で学んでいく、習得していくの、自然に。そうですね、でまず先におすすめしているのが、うんうん、まず始められると、うん、メインになる講師を 2,3 名ぐらい探していただくっていうのが、はいはい、まずステップ1ですね。こういう趣味に合った人とか、はい、そういうフィーリングの人とか、そうですね、選んで、でその講師とレッスンを受けられない時に他の講師とレッスンを受けるっていう、うんうん、でレッスンは全て録画されておりますので、うん、後で振り返ってこう復習、あ自分でできますね。であと講師もちゃんと毎回コメント残してくれるので、うん、指摘されたところですとか、うんうん、そういったのを後で見てまた練習することができるんですよ。で講師ごとにこうコメント残したり、この人はちょっとシャイだったとか、うん、この人はこういうことが好きだったとか、なるほどなるほど、次また別の講師とつなげるときにはその講師もそのコメントが見れるので、そういう意味で対応がすごいスムーズに、まあ、使えば使うほどスムーズになるっていう。なるほど、はい、あじゃあお腹すねっていう人間はそのギターが趣味だよとかいうのがインフォメーションがあると、はいはい、次の先生がそれを見て、あ学生さん
あなたはギターが趣味みたいね、はい、っていうふうに先に言われたりするわけだ、はい、おっしゃる通りです。やっぱりあの講師の皆様もしっかり研修受けてるので、なるほど、どのようにこう会話を続けていくか、でどのようにフォローしていくかっていうのはあのかなり徹底しております、ね、はい、素晴らしい。皆さんも教員経験持ってる方も多いので、はい、おっしゃってましたね、はい、なのでもう慣れてるんですよね、そういう。で英語を知らない前提で使っていただいてるっていうのも分かっているので、その辺をしっかり、そうかそうか、自分でその初級とか中級とかそういうコースを選んでいるから、はい、それに合った先生方が、はい、その講師のセレクトの中にいるし、そうですね、ということだね、はい、なるほど。どこまで思ってなしというかね、ここまでやるのって感じするよね。あのシステムも非常にしっかりしておりまして、あのキャンブリーの創業者2人いらっしゃるんですけども、2人ともあの Google の元エンジニアだったっていうことで、キャンブリーの本当にいいところはですね、スカイプがいらないんですよ。ああテレビ電話がアプリの中でできるんですよ。入っている、はい、すごいな、はい、なるほど。じゃあ本当にもう、そのキャンブリーのアプリを取るだけで、もうそれだけです、全部終わる、本当にそれだけです。ああでもね、ちょっと料金的にまた高いとちょっとここ引いてしまうんだよなじゃあ CM 明けにちょっとこの辺の、はい、より具体的な話を、はい、聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。一旦コマーシャルです。はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲスト、ネイティブとオンライン英会話キャンブリー CAMBLY ということでね、キャンブリー、ね、キャンブリーって意味なんですか？キャンブリーは、ね、これあのまだ返事が来てないんですか絶対聞かれると思ってあの本社に確認してるんですけど、ね、いやいや俺はねさっきからね、なんか聞いていいのかなっていう、ね、いや実はあのもう知ってる通り僕の番組ってほとんど打ち合わせしてないので、その場限りでパーマパーって投げていくのでね、多分熊谷さんはねもうドキドキしながらやってる、でもこれ緊張感って面白いでしょ。面白いです、ね、ラジオって。でも本当にキャンブリーもこんな感じなんですよ、うん、そうなんだ。やっぱりこの緊張ドキドキか、うん、このスリルがみんな結構ハマりますね、すぐ。そうなんですよ、これがなんか変な気持ち。あラジオもねそうなんですよ、皆さんそう言うんですよね、なんかこのなんかこの微妙な緊張感って大人になって初めてだなみたいなね、はい、なんか小学校子供の時になんか舞台の上でなんか朗読をしたような本読んだ時と同じぐらいの感覚っていう人もいたんだけどもねまあ面白い。そのキャンブリーもまさにこうそういう感じで本当にこう世界中の、ね、7000名近く あのネイティブの講師の皆さん方がもういつの時間でも対応ができるようなスタンバイがあって、で先ほどちょっと CM 中にねユーストリーム配信をしてるわけなんですが、そのCM 中はこの実は僕はネットでね僕は調べてあのキャンブリーを検索してみたらホームページが出てきたので、あなるほどこういうことなんだなっていうのが分かるようになったんで、ぜひラジオ機の皆さん方も今スマホお手持ちありましたらね、パソコンでもいいですからキャンブリー CAMBLY とね検索していただけるとすぐ出てきますのでね、カタカナでも出てきます、うん、あカタカナでも出てくる、はい、キャンブリーで、キャンブリー、あ
ぜひね、これ検索していただきたいと。で、先ほどお話ありました、いろいろとこう、プラン、コースがあるということでね、はい、お話がありました、プライベートレッスン、それからグループレッスンもあるということで、はい、話がありましたけども、まあプライベートレッスンの方がやっぱりね、マンツーマンの方が僕はいいなと思ったんですけど、あとプライベートレッスンにご加入いただくと、グループレッスンもご利用いただけるんですよ、うん、はい、でグループレッスンにご加入いただくと、多少料金は安くなるんですけども、プライベートレッスンはできないです、うん、でグループレッスンもやっぱり他の国 の英語学習者っていうんですかね、うんうん、と一緒にレッスン受けられるっていうのはある意味面白いところではあると思います。ちょっとでもあれだな、はい、なんか恥ずかしいよね。なんかそれは何でもそうだと思います、初めは。そうだね、はい、まあそりゃそうだね。だってみんななんかペラ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 喋ってるの、俺一人だけマイネームイズ中曽根とか言って全然それでいいんです、本当に初めは全然それでいいんです。でやっぱり、長年こう勉強されてる方も使う機会がないっていうのは、結構大きな課題だとは思うんですね。でこう実際社会に出てこう英語を使わないといけない立場に立った時に凍ってしまう、固まるよね。それをその時にやるんじゃなくて、今のうちに練習して、その緊張を和らげるっていうか、でそう、その機会が来た時にこう自信を持って話せるっていう。なるほどね、はい、そういったツールにもなるかなっていうふうに思ってます。なるほどね、面白い。まあ、そういう意味ではぜひね、これ本当にラジオ局の皆さん方ね、一度本当に経験してもらいたいなってすごい思うんだけど、こうネット上でもね、お試しとかね、はい、そういうのがあったりもするので、はい、後ほどこの辺も紹介したいと思うんですが、はい、今日せっかくね、熊谷さん来てるから、ちょっと俺とその熊谷さんとでちょっとなんちゃってキャンブリーを、ラジオキャンブリーをやってみようかなと思ってるんですけど、ぜひ。いいですか、このフリで。私講師ではないので、いやいや、もちろんもちろんでもほらこう、英語を話せるじゃん、はい、例えばその本当に俺みたいな初級レベルの人が、まあ、デモみたいな感じで、そうラジオ、はい、うん、そうそう、ラジオを聞いてる人が、いや俺全然この英語話してないけど、なんか話したくはなるよねっていう人たちってやっぱいると思うんだよね、はい、かっこいいじゃんやっぱり、はい、例えば俺がさ今こうやって、熊谷さんと話してるとさ、多分ラジオ聞いてない映像見た目の人は、お腹すねってあの外国人とよくなんか喋ってるみたいだけどって見た目見えるよね本当は日本語で話してるんだけどそれはまあ置いといて、でもそういうふうなこう会話ができるっていうのはすごい楽しみだと思うんだけど、実際に最初じゃあ俺が注文しました、はい、初級プランでやりました、繋がりました、繋がりました、ピピピー、 Hello、 Hello、 How are you today、 I'm fine, thank you, how are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is 中曽根、中曽根さん、トムハル中曽根、 Nice to meet you. Nice to meet youAnd where are you from, Nakasone-san? Where are you from? どっから来たの? Where are you from? Where are you right now? Home. Home. Where is your home? Yomitan Village. Yomitan. Where is Yomitan? What country is that? Toya. Toya. Seaside. I see. What country is that? What country is that? China? Is that Korea? Is that Japan? そうか、そうか、世界からつながってるな。Japan. Japan. Yes. Where in Japan? Is it far from Tokyo? Is it close to Tokyo? そうか、そういうことか。Okinawa? Okinawa. In Japan. Okinawa in Japan. Yes. Okinawa Prefecture. 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 Okinawa Prefecture. Prefecture. Is that far from Tokyo? Is that close to Tokyo?Close? Far? Is that close? あ、近いか遠いかということかな。Yes. ん?遠い? Far? Far. 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 Or close. Far. 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 How far? By airplane. How far? Yeah, by airplane. Is it 2 hours? 1 hour? 3 hours? 2 hours... 30 minutes. Oh, 2 hours and 30 minutes. 30 minutes. はい。おー、あー、オッケーオッケー。こんな感じ。こんな感じです。あー、今、あれだ、言葉も、30 minutes とか、いうのは30分。はい、30 minutes. あー、これのちょっと言葉、僕なんか習ったのと違うね。これも、ゆっ
くりやることと あと繰り返すっていうのは非常に重要なことだと思うんですね、うんうん、なるほどね、はい、これを繰り返して繰り返してやっているうちに上達していくっていう、あ、そういうことか、その時間を好きなだけ取れるっていうのは、うんうん、あの大きなメリットだと思います。あ、なるほど。あ、こういうことをこう自然にその続けていくと、俺自身がその何分かかるのってやつで2 minutes というふうに変わってくるんだ。で、初めは、初めはあの、うんうん、講師に一言、うん、This is my first time on Cambly って伝えるのをおすすめしています。そしたら講師も初めてなんだって、あ、なるほど、プロフィールに出てくるんですけども、はいはいはい、初めてって、ただこう初めてですっていうのも練習の一つだと思うので、なるほどなるほど、 This is my first time on Cambly って一言、 This is my first time, my first time on Cambly, on Cambly. はい、 This is my first time This is my first time on Cambly, on Cambly. まあそういうね、はい、これをまあつなげる前に3回ぐらい言って、うん、はい、なるほど、向こうもね、最初は緊張します。あ、そりゃそうだよね、俺だって今熊谷さんと話してる時、熊谷さん日本語話せるのにもかかわらず俺は緊張するよね、やっぱり英語で話そうってなるとね。でもそれもやっぱり何でもそうなのかなってやっぱり思います ね、 だね、確かにね、はい、あ、でもなんか本当にこう気楽っていうか、なんか自分の身近なことを聞いてくれたり、はい、俺が話したことについて次の質問をとか、はい、関連性をが来るから、はい、なんかイメージしやすいね、はい、分からない単語とかではなくて、分からなくても、あ、こういうこと言ってるんだろうなっていうのがあるから努力するじゃん。そうですね、で、あとやっぱり講師も実際に、うんうんうん、ま、教員資格を持った人が多いので、うんうん、やっぱり英語を学んでほしいっていう、そうだね、気持ちも、うん、あるから強いので、それもやっぱり話していく中で感じていただけたらっていうふうに思います。まあ、俺はそのめちゃくちゃ初心者なんだけど、ちょっとは話せるよとかいう人たちは、そういういろんなプランがそこにあるわけだね。そうですね、で、先ほど言ってみたいに、例えば学生とかだったらトイックとか、はい、そういうもののためのまたテキストがあったりとか、はい、いろんなそのジャンルでそれぞれ分かれていて、でキャンブリーのアプリをご覧いただくと分かると思うんですけども、うんうんうん、もう本当に、Practice English っていうボタンが最初にホーム画面に出てくるんですけども、うんうん、それを押していただくともうすぐにランダムでつながります。ただタブが3つありまして、それがまずホーム画面で、次に講師タブっていうのがありまして、そこから実際に講師のプロフィールを見ながら、あ、この講師がいいかもっていう方を探していただいて、その方とお話しして英語を練習していただくっていう、で、講師のプロフィールには必ず動画がありますので、自己紹介動画がありますので、あ、その講師の雰囲気っていうのも動画を見て、はい、で、最後にトピックですね、今日はこういうことについて話したいっていう、話してる中で特に初めてですと講師から逆に聞かれると思うんですよ、うんうんうん、What would you like to talk about? どういうことについてお話ししたいですか。なるほど。 What are your hobbies? What do you like to do? でそこからやっぱりこう会話を広げていくっていうんですかね。でやっぱり、こう個人に合わせたトピックになってくるので非常に実用性の高い、そうですね、使わない英会話じゃなくて、うん、今すぐに使える英会話をその場で習得できるっていうのは、うん、すごいな、プラスだと思います、ね、なんか普通の英会話ってもうテキストがあって、はい、まあ、This is a pen ぐらいから始まってとかさ、はい、My name is とかいうの、そういうのが決められてて、それをひたすらこうやるって面白くないじゃん。そうですね、なんとかストリートで右に曲がってくださいって、沖縄って道に名前がそもそもついてないんですけど、ないないない、本当に、はい、ごっぱちぐらいで名前がそう、でもそういうのが本当にこう自然にできるようになってくる、はい、でそれでもうそろそろ中盤戦に、はい、本音の話に来るんだけどもね、はい、熊谷さん、はい、料金ですよ、はい、まあ、ここまでいいのは分かったよ、はい、すごいこう馴染みやすいし、はい、入りやすいな、はい、やってても、あ、気が楽だなと思うんだけど、あとはやっぱ金の問題なんだよな。そうですね、ちなみに一番安いプランでおすすめする熊谷さんの料金ちょっと教えて。一番安いプラン、うん、やっぱりこう続けていく中で、うん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 、ある程度まあ、基準っていうのは設定していただいた方がいいのかなって、はい、現実的な、うんうん、でやっぱり一番安いプランで、うんうん、まあ、プライベート、まあ、グループの方が安いんですけど、まあ、プライベートレッスンで、うん、例えば週1回15分だけ
練習したい、まずそれから始めたいっていう方でしたら、はあはあ、これはもう15分とか30分とか選べるわけだ。自分で15分30分1時間とあと2時間ですね。週1回とか週1回1日1回とか3回5回と毎日、へー、はい、だから外資系の企業でのこう面接の準備とかされる方は本当にもう毎日練習します。なるほど。でどっかでこの英語のスピーチをやるっていう方なんかも本当に毎日ほぼ同じ講師と練習しますね。へえ。この週1回15分のプラン、まず気軽に始めていただくっていうことであれば、これのこの1年契約っていうんですかね、なるほど、プラン購入する際に一つご注意していただきたいのが一括払いなんです、うんうん、なるほどこの1年プランをご購入されるときに月額か月額いくらって出てくるんですけども、これかける12なんです。ああ、なるほどなるほど。でカード払いだけっていうのもあるので、うんうんうん、それだけはご注意ください。でこの15分のプランでだいたい月額2000円弱1880何円かぐらいですかね。え、安いっすね意外と。そうなんですよ、やっぱり。え、もうちょっとなんかネイティブとか世界とかなんかいう話してるからもうちょっと高いのかなと思ったんだけど、そこはもう技術の力だと思います。ああ、もうそういうね、そうですね、インターネットを活用しての、いろんな意味でこのシステムがいろんなところでコストを削減してるっていうんですよね。なるほどね。それでこの価格でご提供できるように。へ、現実的には1回30分ぐらいはやっていただきたいなっていうふうに思うんですけども、うん、イメージとしてはね、まずプランをご購入される前に一度無料でお試しいただきたいです、皆様に、うん、はいはい、これはもう無料登録ご登録いただくと、うん、自動で15分ついてきますので、まずは一度お試しいただきたいです。うん、はい、なるほど。で初めてこう、うん、講師とお話しされる時も、うん、This is my first time on Cambly って、あ、言ってくれれば、はい、へ、伝えていただければ。普通にその体験版は無料でできる。無料です、15分無料。勇気がいるね。でも必要な情報は、うん、メールアドレスと あとユーザーネーム、はいはい、でパスワード、この3つだけですぐにアプリから始めていただけます。本当に今からでもできる。今から、今すぐにでもできる。ネット環境があれば、ね、もうどこからでもできます。面白い、はい、もうこんな時代なんです。本当にそういうすごい時代になってきてるな。もうワクワクしますね。じゃあ今日ちょっとね、せっかく熊谷さん来ておりましてね、ラジオ聞いてる人にお得な、今日はまたメッセージもございますのでね、CM 明けにまたご紹介していきたいと思います。まあ料金とかね、割引とかあるじゃん、そういうね、しっかり持ってきていただいておりますのでね、ご紹介したいと思います。一旦コマーシャルです。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はなんか面白い話ばっかりね、聞かせていただいておりますけども、ラジオ聴く皆さん方もねワクワクするんじゃないかなと思います。本当にねマジで思っていますよ、思ってはいると思うんですよ。みんな英語が話したらいいなってね、これもみんな思ってると思う、思ってると思うんだけど、なんで一歩踏み出さないかっていうところなんですよね。でも英会話スクールとかなんかそういう学校に今更行くのもなんだし、かといって自分で勉強するって言ってもなんか本買ってきて、いやーなーって、最近あの CM とかでもね、なんとかスピードなんとかとか言ってね、あんな簡単にできるのかなって思ったりもするけど、絶対できんだろうなって自分にはって、あんな時間ねえやって思ったり、もう常に否定的なことが追い込まれてくるんだけど、今回のこのキャンブリー、その否定的な部分を全部覆されてくるというか。そうですね、やっぱりこれまでって自分に関係ないことばっかり、うん、こう英語で教わってきたっていうのがあるんですよ。本当に自分に関係あるものばかりを英語で習得できるっていう。そうだよね、はい、例えばさっきの話じゃないけど、本当にこう今ね俺は例えばそのラジオ局に勤めてるんだよとか、はい、何年勤めてるんだよとか、はい、もともと仕事は何だったのとか、はい、これからどうしたいのっていう、その例えばネイティブの先生とその会話をしながら自分の頭の中にインプットされていくんだよね、はいはい、感じながらやってるので、ね、自分のことだっていうのを意識しながらやってるので、そう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 、教科書のあのジョーンとか、はい、ジェームスとかの人の話じゃないもんね、はいはい、そうですね、もうとにかくコミュニケーション力を向上させる、ね、確かにあんまりこう文法とか文章構成とか、うん、そういう細かいことは後にして、まずはコミュニケーションから、まず伝えたいことを伝えるっていう、それをすぐに始めていただけるっていう、そうだね、はい、非常に便利なツールになっております。はい、これがそのもう本当にネット環境がある、ものであればスマホとかパソコンとかでも全然 OK だということありまして、はい、まあ、先ほどお話ありました料金も、本当に安い価格帯で、はい、ありまして、まあ、おしゃれ方法とかいろんなものはねよくホームページとかキャンプで見ていただきたいと思いますけど、一括払いであったりとか月々いくらですよとかいうのもね自分でプランを選べることができますのでね、ぜひなんか詳しいことを知りたいなっていう方はね熊谷さんに気軽にね聞いてみた方が一番いいと思いますよね、はい、うん、あとチャットラインもございますので、うん、ホームページにそちらからお問い合わせいただければ。なるほど、はい、素晴らしいね今の世の中は本当に便利ですよね。便利すぎるね。はあ、本当に気軽に相談できるんだじゃん。自分やっぱり振り返って私、うん、もう今年30になるんですけど、うん、自分が子供だった時のことを考えると、うん、今の子ってもうスマホ持ってるしタブレット持ってるし、うん、これが当たり前で生まれてくる、ね、本当だよね。子供たちってすごいですよ。でも本当に面白いのが、うん、子供をめいっ子と、うんうん、テレビ電話してた時に、はいはい、カメラ消しちゃったみたいだけどカメラのボタン押してってまたつけてごらんって言ってた時に、うん、そもそもカメラがどんな形してるかわからないんですよ今の子って。スマホ持ってるから、そう、どのボタンって言われてカメラが知らないんだ、カメラのボタンだよって、カメラマークがわからない、カメラのアイコンって見たら普通ね俺たちわかるよね、わかりますよね、うん、マイクなんかもそうなんですよ。そうそうそう、スマホについてるんで、あ、カメラとマイクっていうのがそもそも別のものっていう感覚がないんです。なるほどねこれにすごいびっくりして、確かにそうかもしれない、衝撃的でした。怖いね、本当に本当だよね、そんな時代なんですもんだからねそういう時代にどんどん変わっていくっていう中で、はい、言語だけが変わらないで日本語のままでいいのっていうことにもなってくるわけですよね、はい、極端な話、はい、もう時代はそういう時代になってきてるんだから、まあ、多少の会話せめて自分の生活のね許容範囲にあるぐらいの会話はやれた方が自分のためだよなみたいなことですよね、はい、自分のことであるからこそやっぱり吸収しやすくなるのかなって、うん、そうですね、はい、さあ、熊谷さん、このいろんなプランがありますけど、はい、なんか今回なんかお得なちょっとそうなんです、ですね、メニューを今回特別に、うん、FM 読谷さんこの今回の企画のために、割引コードを準備させていただきました。割引コード、キャンブリーのプランって1ヶ月、うん、3ヶ月、6ヶ月、1年の単位でご購入いただけるんですけども、うんうんうん、1ヶ月が定価で3ヶ月で 10% オフ、6ヶ月で、20% オフ、うん、で1年で 30% オフなんですけども、うん、今回さらに
それに加えて 10% オフっていうことで、うん、プラスプラスですね、10%20%30%、うん、割引プラスさらに 10%、うん、の割引を適用することができる割引コードを準備です。すごい、非常に簡単で FM 読みたんなんです。え FM 読みたすべて小文字、うん、スペースも何もいらないです、うんうんうん、でこの登録ご登録される際に、うん、紹介コードっていう欄がありますので、紹介コード FM 読みたんローマ字で、すべてアルファベット、うん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 、はい、小文字でその紹介コードのところに入れると、はい、自然的に 10% 割引、そうですね、追加になる。今回紹介コード割引コードを思い出せなかったら、うん、キャンブリーのサポートにチャットでラジオで聞きましたって一言言っていただければ。あ、それでもいいの？はい、大丈夫です。ということはこのキャンブリーって世界中なんだけどもうそこに登録されてるんだ。はい、すごい。そうなんです。そちらに熊谷さんってすごい人だね。いや今回はい FM 読みたんで割引コードを作成したんですけども、ありがとうございます。たまたまですね、うん、今キャンペーンもやっておりまして、これは1年単位 のプランのご購入に限るんですけども、うんうんうん、春休み、はい、漢字で春休み漢字で、はい、そこは漢字なんだな、はい、みってひらがな、あと2018、うん、これスペースも何も入れないで、はい、春休み2018で入れていただくと、うんうん、1年プランに限って半額になります。え、うん、はい、これただキャンペーンが今日までなんですよ。今日、今日のリアル、はい、11時だから、すごいなんか偶然なんですよね。すごい見てたらこのちょうど FM 読谷 の割引コードを準備してた時に、うん、そうだこのキャンペーンもあると思って、これがただ今日までなので、今日まで、今日の午後11時59分までご利用いただけます。すごい、はい、日本時間、ただまずは無料で一度お試しください、うん、試してもらって、はい、ね、先ほどアプリの中でね、はい、お試しプランがあるのでそこでまず試していただいて、これいけるなって思ったら、じゃあ絶対春休み2018の方がいいじゃん。そうですね、今日は、はい、今日だったらね、一括払いなので一度お支払いいただければ、うん、あとは1年間のね、はい、お支払いすることはないんですね。なるほどなるほど。FM 読谷に関しては今月末まで、今月末まで有効期限がございます、はい、なっておりますので、少しご検討いただいて、そうだね、はい、10% の割引ご活用ください。いや、今聞いてる人がどれだけいるかによってもあるだけど、はい、この一応ラジオは後ほど YouTube でも、ね、はい、アップさせていただきますので、はい、それを見ていただいたり、あるいはまた去年別でも録画もさせていただいておりまして、ゆうかん TV というまたもう一つの番組がありますので、はい、そちらの方でもぜひね、このキャンブリー紹介したいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。もう沖縄で展開していきたいっていうふうに、やっぱり私も沖縄出身ですので、うん、沖縄でできることがあればっていうことで、はい、これはぜひ沖縄のね、子どもたちのみならず大人であっても多くの方々にこのようにしてそのネイティブの、英会話をね学ぶことができるんだっていうことを、はい、本当に一人でも多くの方に伝えていきたいですね、はい、やっぱり世界が広がります ね英語っていうのは、最新の情報っていうのも英語じゃないですか。それが日本語に翻訳されるまで情報が入らないっていうのはもったいないと思うんですよ、今の時代。なるほど、そう考えるんだ。英語を勉強しても常に最先端の情報にこうアクセスできるっていうのは、これほど大きいメリットって今の時代ないのかなって強く思いますね、はい、素晴らしい、ありがとうございました、はい、今日のゲスト、在沖米国商工会議所、熊谷さん、そして、事業としてはキャンブリーというネイティブオンライン英会話を、事業として行っております熊谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。